もう歯が生えてる。でも私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時に、エレンの引き渡しが決まった。耳を塞げ。うなじごとかじり取られていたようだな。エレンは死んだのか。今度は我々が進撃する番です。調査兵団とエレン・イェーガーの王と召喚は凍結され、地下深くに収容されたアニ・レオンハートの管理は調査兵団に委ねられた。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だ。エルヴィン、こいつの責任は俺が持つ。上にはそう言っておけ。俺はこいつを信用したわけじゃない。こいつが裏切ったり暴れたりすればすぐに俺が殺す。上も文句は言えんはずだ。俺以外に敵役がいないからな。認めてやるよ、お前の調査兵団入団を。君には何が見える？敵は何だと思う？は？すまない、変なことを聞いたな。または巨人を駆逐する栄光ある人類の兵士か、貴様らが決めろ。ああ、俺はなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。やります、やります。穴を塞げるかどうかは分かりません。でもやります。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。そんな、なぜあっちは中央後方、もしかしてエレンがいる方へ。どうしてだって、そんなの決まってんだろ。この世に生まれたからだ。
機械調査を開始する。前進せよ。エレン、彼らのおかげでこいつのうなじの中にいるやつと会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。我々兵士の中に紛れ込んでいる。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を、戦闘準備。目標目の前、超大型巨人。それはチャンスだ。絶対逃がすな。よう、5年ぶりだな。